突然ですが、私が今どこにいるか分かりますか？ここです、ここ。ここです、ここ、吉村トロトロ亭で土日限定で味わえる和菓子をご紹介します。津野町吉宇野にある吉村トラ太郎亭、坂本龍馬に先駆けて脱藩した幕末の志吉村トラ太郎の生家であり、かやぶき屋根が特徴の歴史的な建造物です。お邪魔します。いやー、昔ながらの落ち着いた空間ですね。タイムスリップしたみたいです。江戸時代に庄屋屋敷として建てられた生家は2015年に復元され、吉村虎太郎の生涯や四万十川流域の重要文化的景観の展示を見ることができます。さらに500円で着物をレンタルすることができて、虎太郎亭を運営する豊田栄さんが着付けを行ってくれます。ということで、どうですか、似合ってますか。このように幕末の雰囲気を楽しみながら、豪快なかき揚げが乗った天中うどんや旬の食材を使った虎太郎御膳を味わうことができます。そんな虎太郎亭でじわりと人気を集めているのが、土日限定で提供される練り切りです。作っているのは豊田さんの息子、成久さん。津野町はお茶が有名ですので、まあ、せっかくお茶を飲んでいただけるのであれば、このかやぶきの建物にあったお菓子を出したいということで練り切りを作り始めました。2年前から練り切りの提供を始めた成久さん。これまでに沖縄草や白爪草など周辺に咲く季節の花々や、柿やかぼちゃなど季節の食べ物などをモデルにしてきました。そして先月9月に角山古式神楽の面をモデルにした練り切りを提供すると、可愛すぎて食べられないと好評だったそうです。どのように練り切りを作っているのか、その様子を見せてもらいました。これからこの白あんと牛皮を混ぜて練っていきます。もともと虎太郎亭で軽食を提供していた成久さん、練り切り作りは独学で始めました。もともとうちになんか古いお菓子作りの本があったんですけど、最初はそれ見てからですね、まあ、湿度とかにもよると思うんですけど、同じように生地を作るのがちょっと難しいですかね。白あんと牛皮をしっかりと混ぜ合わせ、生地をちぎっては練ってを何度も繰り返していきます。冷ましながら今度空気も入れて口当たり良くなるようにしてます。30分ほどかけて生地が完成。ビーツやほうれん草、地元の番茶など自然のものを使った色粉で生地に色をつけていきます。最後に形を作っていくのですが、生地にくぼみをつけたり線を刻むときに使用する道具は成久さんの手作りなんです。山から竹を取ってきて、それを乾燥させて切って削って作りました。こんなになんかその使う道具って種類多いんですね。そうですね、その自分の作りたい形に合わせて増えていきましたね。手先を動かすのが得意だという成久さん、ものの3分ほどでコスモスの練り切りが完成。実物のお花に
近づくように柔らかく見えるように作っております。真ん中の線であったり花火の先っちょの薄さ、あとは色合いですね。今回私もコスモスの練り切りを作ってみました。はい、その触った感じもすごい、もうなんかこの時点でしっとりしてる感じしますね。白と赤を混ぜておきましょうか。混ぜていく。はい、寝るというより折りたたみながら広げていくような感じですね。最初の工程から苦戦、時間がかかったので早送りでお届けします。続いて赤い生地を白い生地で包んでいくのですが、お、難しい、はい、あ、包み隠さなきゃいけないんですね。そうですね、まあ、後ろは出ても大丈夫ですので、はい、ここでもやはり苦戦。そしていよいよ道具を使ってコスモスに仕上げていきます。ちょっとこれ同じものを今作ろうとしてますよね。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。ちょっと和菓子繊細すぎますね。なかなか難しいです。慣れるまで時間かかりますね。芸術の秋、私にとって初めての和菓子作り、かなり苦戦しましたがなんとか完成。成久さんの練り切りと比べてみると、皆さんいかがでしょうか。ちょっと独特ですね。コスモスというよりシューマイのような練り切りになってしまいました。やっぱり手袋のシワがあるので、はい、素手であればもっとうまくいったかと思います。全力のフォローを今していただいてますよね。いやでも本当に生地をこうつまんだりとか、はい、こう線を入れたり、その力の加減っていうのが難しくて、はいはい、非常に繊細ですね。そうですね。虎太郎亭では練り切りと角町のお茶をセットで提供しています。それではいただきます。うん、美味しい。しっとりしてますね。口当たりが滑らか。この上品な甘さ、そして何よりこの見た目、まさに食べる芸術ですね。もうここが静かな場所で本当まったりできる場所ですので、お茶とお菓子楽しんでいただきながら日頃の疲れを癒していただければと思っております。来るたびに季節を感じられるように作っていきたいと思ってますので、季節ごとに来ていただいて、まあ、楽しんでいただければと思っております。土日限定で味わえる彩り豊かな練り切り、角町の美味しいお茶を飲みながら目でも季節を感じてみませんか。